筋金入りのムエタイ王者、小足の世界へようこそ。ムエタイ二冠王、太田拓磨。小学5年生からムエタイ一筋、高校1年生でプロデビューし、19歳でベルトを巻いた現在22歳。都市的にもいろいろ挑戦していきたいなっていうので、まあ、ちょっとムエタイだけじゃ自分の知名度とかもやっぱせっかくやってきたのでこう上げたいなっていうのもあって、弟がこう K-1 を出させていただいて、それを見て自分も参戦したいなっていうのがきっかけです。2月の K-1 東京体育館大会、弟一光が第4代 K-1 スーパーバンタム級王座決定トーナメントに出場。1回戦クラッシュスーパーバンタム級王者リアム相手にフルラウンド戦い抜き判定負け。ルールに不慣れなせいもあってか本来の実力は出せずに終わった。ムエタイはこう技術をやり合うっていう感じの戦いなんですよ。こう攻撃をしたり防御をしっかりしたりっていう、そのこう見せる格闘技って感じがするんですけど、初めてこう K-1 を見て本当に倒し合うっていうか、あ、これはこれで面白いなと思って、自分もちょっとこっちもやってみたいなっていう気持ちがあってお願いしました。戦いに対するイデオロギーの違いはあるものの、 K-1 クラッシュにはゲイオやゴンナパーなどムエタイを武器にベルトを巻いた選手もいる。ゲイオ選手だったりゴンナパー選手見ててもこう、まあ、蹴りはもちろんムエタイの蹴りでやっぱりすごい強い蹴りを出せるんですけど、パンチがやっぱちょっとタイ人の中でもこうパンチが上手い方なんじゃないかなって思ってるので、自分そんなにパンチ得意じゃなかったんですよ。なんで最近本当にしっかりパンチも練習し始めてって感じだったので、どこまでできるのかなっていうのもそうですし、クラッシュの競技っていうデビュー戦のつもりでやってます。こういうルールにあまりやったことないので、慣れてないので、あまり大きいことは言えないんですけど、しっかり戦えるようにして、K-1 に出れたらなって思います。ルールが変わるからっていう、保険をかけたようなコメントをしとったんで、その保険をかけるんやったらもう危ないから生命保険かけてこいよっていう感じで思ってます。月進会のアウトサイダーユウスケ、去年2月からクラッシュ参戦、勝っても負けても KO 決着、そこに技術の見せ合いなどない、クラッシュはやるかやられるかの世界。 KO はまあ常にチャンスがあれば狙ってるんですけど、でも自然と倒すか倒されるかできてるんで、僕の攻撃は基本的に当たれば倒せるし、その倒しに行ってる分やっぱもらえば倒れるぐらいの勢いでいってるんで、自然とどこかで KO 決着にはなると思います。喧嘩が日常の青春時代を送ってきたユウスケ、あの頃から目の前の敵をぶっ倒すことだけが戦いの流儀と思ってきた。やっぱ他団体でチャンピオン取ってる人間がこのルールが違うにしろ分かった上で来てんねんから、もっと自信持ってチャンピオンとしてルールが変わろうが自信はありますっていう感じで来てくれた方がこっちのモチベーションも上がるんですけど、気持ちがもう折れてるじゃないですか。慣れてないから言うとったら隙に倒されるぞっていう感じで思ってます。クラッシュの選手を全然見たことなくて、見た目はちょっと怖いなっていう印象でした。ずっとこんな感じなので謙虚で続けた方が面白いんじゃないかなと思って、こう煽られても僕は頑張りますっていうこっちの方が面白いんじゃないかなって思ってます。
ずっとこうムエタイでこう技術でやってきたんですけど、まあ、それプラス、まあ、ちょっと自分でも倒しに行きたいなっていう、こう太田拓磨も倒せるんだぞっていうのも見せていきたいなって思ってます。クラッシュ何回か出させていただいて、でまあタイトルマッチとかもやらせていただくことになったら、まあ、もちろんやらせていただきたいですし、まあ、よくよくは K-1 も出たいなって思ってます。まあ、今回とりあえずパッと勝って、まあ、すぐにでもまあ新見チャンプとやって倒して、とりあえずクラッシュのベルトは取っときたいですね。5月21日後楽園ホール、ゆうすけがムエタイの強豪を撃破しベルト取りへアピールなるか。初参戦の太田がその華麗なムエタイテクニックでクラッシュに風穴を開けるか。